わからんことあったら聞いてよ。持って帰ろうよお金なあ。負けて貯金したらあかん。若い衆、若い衆、何でも聞けよ。ほんまに分かってんのか、分かって言ってんのか。いやほんまお金もったいないって。しっかりあの質問して自分で納得する船券買えよ。適当に買ったらもったいないよ。こういう顔してるけどめっちゃ優しいから。大丈夫だ、知りたいこと何でも聞いて。2月22日次の F2 日目で勝負していきます。今回の船券購入方法はこちら。全レース予想屋翔さんの予想する買い目そのままを100円ずつ購入します。前半戦は1レース的中だった翔さん、後半戦は皆さんお待ちかねの満州が。それではレッツボートレース。一足いらん、握ってしまいかもしれないですね。ちょっと一足の展示気配が悪い。はい、よっ。今一足選手の周回展示見たらちょっとね出てないですね。だから今の吉永のりおみたいなケースもあるんでね、周回展示頑張らんと。一号艇の酒井選手大したことないんでね、イン逃げ 46%。 積の絵のインコースは10回入って3回しか逃げてないです。2着が2回、2連対率5割、3連対率5割、勝率は3割。はい、よし。一橋選手は3コースからオールマイティ、2コースからも2コースの差しとまくり両方できる富永選手ね。実戦150日離れてた大場選手がかなり勘取り戻してきてるんで、ちょっと5号艇のがちょっと気になるね。2着3着で。ただね、住之江2年ぶりなんですよ今回。ただ昨日もね2着3着から5着まで下がって、今日2コースから差し入ったんですけど、1号艇にちょっと締められたらもうスッと引いたんで、そのブランクがちょっとあるかなっていう。ただ23歳若手で1回 A1 にな、あの A2 になってる選手なんで、若いだけに勘取り戻すのは早い。だから1足買うんやったらこっちの、まあ頭で勝ってもここの2着3着は買っといた方がいいね。今の7レースの中で一番いいのは4号艇山本周一選手。市橋選手のスタートよりもちょっとでも早かったらちょっと伸びていくんで、ここで締めていかれたらもう市橋選手は叩かれるっていう。一周時計は2号艇で、直線のタイムは4号艇という感じで考えてください。さあ進入体系固まってまいりまして、3対3でスタート10秒前。2日目は後半戦で第7レース、1番3番2番4番6番5番、まもなくスタート。今スタートしていきました。好スタートは2コースから3号艇の市橋隆が出ていきまして、1マークは逃げる1号艇の酒井、握った4号艇、刺して3号艇、2号艇、6番5番が回ってバックスイッチャーまくりつかめが決まった4号艇の山本周一。そして2番手には3号艇が上がってきて、市橋隆2番手、そして1号艇2号艇が続いて6番5番が並んでいます。なおスタートは正常でした。ラインタンマークトップはまくって4号艇の山本が抜け出して、2番手3号艇の市橋回って、後方から1号艇5号艇ですが、3号艇の市橋隆が2番手をキープ。そして3番テラスが内外に広がって接戦状態。先頭4番ゴーリン、3番ゴーリン、1番2番6番5番がゴーリン。周回展示はやっぱり4号艇、住之江と一緒です。4号艇が一番良くてっていう感じですよね。松村選手もピットリング4本交換して、ただ昨日の2号艇の時もね、ピット、周回展示は悪くなかったんですよね。ただずる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 下がって結果6着やった。で前半も住之江5やったかな、6コースからコンマ10のスタートで5着。ちょっと松村選手らしくはないです。ただ得意の角戦まくり 20%、 ちょっと怖いですよね。松村選手スタート力あるんで、攻撃タイプなんでね。ただ今周回展示の前にスタート展示見たら、3号艇のね選手がねスリットからグイッと出てくるんで、3番が先まくり仕掛けるんちゃうかなっていう展開を読んだ方がいいかなと思う。で1号艇2号艇3号艇の展示気配よりも4号艇が良かったんで、もし万が一出るのでできた時は、それと3号艇が先まくりっていう、この2通りでこのレースは展開予想やったらかなり
的中率上がるんちゃうかなと。北川選手の3着まで買えますか、もう5号で6号で見切って、まあ1号艇からやったらそういう予想が一番買いやすいですね。2号艇が壁になるから1号艇が逃げる、3号艇が壁になるんで1号艇が逃げると考えて、そしたら1号艇の頭から北川選手の2着を買うより3号艇4号艇の2着を買って北川選手を3着に下げるという、そういう買い方でエンジャーかな。さあ12秒進の回転で少し強めの追い風が吹く中で第8レース、1番2番3番4番5番6番の枠なり、3秒2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇、センターアウト勢から3号艇4号艇、この辺りいいスタート、逃げる1号艇を刺して2号艇の北が真ん中、3号艇の川野で4番5番6番と回って、先頭は1号艇の新田康明、一定心で迫るのは3号艇のまくり出して川野、さあ1番3番並んでトップ争いになった、2号艇の北が3番手、あとは4号6、なおスタートは正常でした。ライン端マークルトップラスギは3号艇の川野がまず行って握った1号艇をつけてくる2号艇ですが、ここで先頭争いは警戒に3号艇の川野、2番手1号艇、3番手2号艇、ここで上位が内枠3艇3位置2、先頭3番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン。気持ちは上を折り返しで折り返しましょう。渡辺エイジのエンジンが弱いからね、1号艇の頭ちょっと変えづらいもんな、ここ。あ、北村はもう2コース差し1本なんで、そう考えればね、渡辺エイジがうまいこと回れば逃げ切るか、それとももう4コース地元の松本和樹が一気に出てくるか、もう4番まくってくれたら5番がスコーンと入ってくる。渡辺とね、北村がね、大したことないんでね、今回村上もここまくり差しのイメージで、4が行けば差しのイメージで、それで考えてんちゃいますか。で、渡辺英二はもう絶対ここ勝負がけなんで1着取りに来るけど、ただ足がないもう4-2、4-5とかそこらで狙ったらいいと思う。松本和樹もね、今2連勝中なんで、今スタート練習もやる気で行ってたんで、もう4番が一気に行ってくれて4-5、4-2っていうところで考えてもいいと思います。展示がちょっとおましくなかったんですよ。あれ4号になるんで結構高いと思います。でもあれ何とせんありがとうございます。さあダッシュの3手から後席上がってまいりまして、後半戦第9レース、1番2番3番4番5番6番の枠なりです。1秒前、今スタートしていきました。このスタートはダッシュで4角からの4号6とダッシュで学校ダッシュ、1マークはまずまくっていった4号艇をインから飛ばしていった1号艇、内が空いて2号艇で、あとは6番5番3番で、さあバックスッチャー内外に広がってトップラスイ、4号艇の松本和樹の封筒頃から2号艇5号艇6号艇、さあインコースから5二4が並んでのトップラスイ、なおスタートは正常でした。ライターンマークでは最内から5号艇刺して村田がいった、外を4号艇、内から2番3番ですが、先頭争いはここで一気に5号艇オレンジモーター住之江校舎の村田、そして現在2番手はわずかに2号艇レーサー2周目となります。さあ先頭には警戒に5号艇の村田修司、現在2番手争いですが、わずかに2号艇の北村誠司、2周目の第3マーク北村回って外を握って4号艇ですが、2番手は2号艇北村がキープ、3番手に4号艇の松本が上位が5二4となっています。先頭と2番手ランナー2艇進ほど、2艇進から3艇進となっては4号艇の松本を3番手、3番と6番と並んで最高峰が1号艇の渡辺英二、今第3マークはトップで5号艇の村田修司、2番手2号艇の北村誠司、3番手ですがここは4号艇の松本和樹で上位から5二4となっています。ラスト1周先頭5号艇の村田修司がここは見事ダッシュの5コースから1周1マークを指して先頭、そして2番手には2号艇の北村誠司、3番手に4号艇で松本和樹で最後のバックレジェンド入ってまいりましたが、上位が5号艇2号艇4号艇、枠内進入5コース2コース4コースに組み合わせ、6番3番接戦状態最高峰に1号艇となっています。さあオッズ2連単ですが 27.8 倍、3連単ですと 112.4 倍となっています。5号艇住之江校舎村川修司、ここ初勝利の活躍、2号艇の北村誠司が今日2着日本で、ここは満州圏2着、先頭5番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン、最後尾に1番がゴールイン。モンキーさん流れたな、これで。よかった。はやっ。あ、すまない。よかったです。皆さん、歌えてくれてるよね、やっぱり。
やっぱこれが回収率よね。すみません、ありがとうございます。あー、よかったです。おい、よかったです。ありがとうございます。ここね、2号艇がこれポイントですよ。2号艇の前田健太郎が体重が55キロ、56キロの選手で、まあスタートは昨日08、今日15でスタートは決まってるんやけど、2コースの逃がし率が低い、2コースの差し率が低いってなれば、2コース全然約勝てへんね、この人。じゃあ吉永則夫選手がまくるかまくり出すか、体重が重いから前田健太郎が行くとこまで行ってるのに、吉永則夫選手のまくり出しの体型にならへんかったら、則夫選手握っていかなしゃあないです。ここで福川選手の上をまくり出しで入ってくる、ここに入ってくるか、こっちに入ってくるかっていうところの展開をまず考えてますね。2号艇が2コースの逃がし率が低くて差し率が低い、だから2コースの苦手なタイプの選手やね、この前田健太郎選手。1号艇が逃げる、2号艇が刺したいねんけど、3号艇のが伸びるんで、2号艇は3号艇をちょっと牽制する。でここでまくり出し、刺しっていうのが入ってる。ここらがはまれば穴にはなると思う。ここは前田健太郎選手の展示気配が悪いんで、吉永則夫選手がまくり出しで入れば逆転の範囲っていうところは狙える。前田健太郎選手の逃がしデータと差しデータが低いんで、ある程度吉永選手張られたらここガラ空きになるんで、4番が入ってくるか、はたまた4の上を白髪優がまくり出して入ってくるか、この辺がちょっと荒めちゃうかな。本命のお客さん無理せんでいいよ、1331円じゃないか。風速3メートル前後の追い風で大丈夫です。インコースから1番2番3番4番5番6番の枠なり、まもなくスタート。1秒、今スタートしていきました。好スタートはインコースから1号艇、ダッシュ勢からは5番6番、あと4号艇も出ていきますが、逃げる1号艇を刺して2号艇、まくり出してくる3号艇の吉永、そして4番6番5番ですが、さあバックステッチ陰線からの1号艇の西野翔太が人気の中心先頭、現在2番手は3号艇吉永上がってくる、懐から2号艇4号艇で、あとは6番5番が並んでいます。なおスタートは正常でした。第2ターンマークは先頭で1号艇の西野、2番手ラストは2番4番回って真ん中さばいて3号艇の吉永則夫が2番手をキープ、そして後方3番手ラストですが、今度は6号艇2号艇並ぶ状態、先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番5番ゴールイン。ないない、前回3使うやろね。今泉がトップスタート切るって、まあ年に何回あるか、あるかないか、なんやろうね。いやもうとりあえず折り返しでいつも通りの予想は出すんやけど、お客さん一点勝負したいっていうお客さんがおれば、一点予想も一回やるわ。一号艇信用するんやったらこの一点一回、はい、この島村は飛ばんような気はする。あ、今周回展示見たらほんまに1点予想のその紙いってほしいなっていうぐらい、まあダブるんやけど、ごめん位置からあんまり予想せえへんねんけど、やっぱり島村がね良すぎるんで、珍しい、珍しいでしょ、珍しいよ。山本周一選手がね前半の気配の方が良かったんですよ。で今の気配見たら大したことないんで、山本選手が握って出る展開になれば展開すっぽりハマるから、やつの2コースのね上手よね、このやつって2コースが、今泉優吾がスタート遅いっていうのはもう A1 の選手みんな知ってる、パッと見て4がおるわけがないっていう感じ。じゃあ山本周一が握ってくるのは島村君は分かってるんで、ある程度ちょっと張り気味に回って、まあそれでも船返ってくると思います。ちょっと張り気味に回っても今の周回転に見ても、じゃあやつの差しが差し損じる、まあ差し入ってるかもしらんけど、まあ島村が逃げ切る、そこに山本周一、今泉っていう感じで入ってきて、今の周回転に見たら今泉やっぱり今節エンジンはいいんで、あとはね3着にやつ選手が残るか、はたまた山本周一選手が握って
そのまま残るかっていうところで考えたらええんちゃうかな。ただボートレースって3周6回ターン回らなあかんのでね。うわめっちゃ下がったやん。12秒芯が回っていましてスタート10秒前です。インコースから1番2番3番4番5番6番の枠台2秒、1秒、今スタートしていきました。さあスリップは6艇がほぼ横してその他スタート1周1マークへと向かいます。逃げる1号艇の島村で2艇3号艇そして3番4番真ん中5号艇あとは6号艇ですが、バックステッチは見事陰線から踏ん張ってまずは1号艇断然人気島村高吉だったらしいですが、4号艇上がってきて今泉優子直後に5号艇3号艇並んで6番と2番並んでいます。なおスタートは正常でした。第3マークトップで1号艇の島村今って4号艇回って前速旋回5号艇突っ込んで6号艇あと3番2番ですが4号艇しのいだ今泉が2番手をキープして1番4番そして3番手直線コースでは3号艇5号艇並んで4号艇の今泉の後ろ1艇身から2艇身とわずかで3号艇5号艇が並んでまいりました。先頭1番ゴールイン4番ゴールイン5番3番ゴールイン2番ゴールイン6番ゴールイン。ちょっと松村エンジン弱いな今の島村とは運命の差があるね。あります。本命とのお客さん狙いますか。1からちょっとインカで吹いてるんでねまだ風的には内寄りの風なんで全然いいとは思います。これね松村選手がインコースから負けるっていうのがもうこれまくりしかないんですけどスタート早いんですよね。ね、吉武が今日前半戦ギアケース変えてシルトゼロに上げてきてちょっとね外の手を止めるだけの役割そのシルトゼロかなっていうぐらいの反応でいいとは思うんですよね。お客さんが考えるのはそこを考えれば3号艇が外を止めてくれる1号艇と2号艇一騎打ち1号艇の松村選手刺され率がない浜崎選手は刺し率が高いここっすわ。どっちをお客さんが取るかもう刺されへんよ松村みたいな。ありがとうございます。データがかかってるあの語ってるやろって言うんであれば1号艇ですわ。だんだん浜崎選手の刺し率が 20% で高いんで松村の足が弱いな刺さるんちゃうかっていうお客さんは2号艇のキャプテンになくて全然いいと思う。で吉武選手が3コースからまくり出しなんですけど刺し率が高い3コースこの隙間が開かないですよ。松村もイン逃げ 90% なんで松村刺される率ゼロなんでこの2号艇も刺されへん。ただ今回の松村のエンジンは大したことないんでこうなったらここは入る隙間がないんで3号艇とお前4号艇の刺し5号艇のモンマーモンマーもう1端意識してるんでスタート練習から2人でかなりのフライングしてるんで、だからここはモンマが先に攻めて最後で6番という感じで1レースから12レースまでこんだけ熱く語るやつおるか。最終競争第12レース前提が進入してまいります。インコースから1番2番3番4番6番5番まもなくスタート1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇、ダッシュ勢から6番5番がいいスタートですが、1マークは逃げる1号艇を刺して2号艇、真ん中6号艇で1端で、あとは3番5番4番です。バックスリッチはイン速攻決まった。1号艇の松村聡がイン逃げ成功。そして2番手は6号艇上がってきて1端高橋です。そして3号艇、5号艇、2号艇と固まって後方に4号艇、なおスタートは正常でした。ラインタンマーク、トップは1号艇抜き出して松村、そして2番手6号艇回って、内をすくって2号艇、そして5番3番攻めていきますが、現在も2番手は6号艇ですが、まだわずかで3番5番レーサー2周目とあります。先頭1番ゴールイン6番ゴールイン5番ゴールイン3番ゴールイン2番ゴールイン。次回、ファット戸田協定に参上。